サコノリオは、日本の実業家。ユニーグループホールディングス代表取締役社長や、ユニーファミリーマートホールディングス代表取締役副社長を務めた、岐阜県下ロ市出身。1976年岐阜県立科目高等学校、卒業。1980年明治大学農学部、農学科卒業、ユニー入社。 2001年アピタ中津川店長2002年経営政策室マーケティング担当部長2005年経営政策室長2006年執行役員2008年取締役に昇格2010年取締役営業統括本部長2011年常務取締役2012年常務取締役営業統括本部長兼関連事業本部長 2012年専務取締役。2013年代表取締役社長。2019年取締役。2015年からユニーグループホールディングス代表取締役社長を務めファミリーマートとの経営統合にあたり、2016年には統合後のユニーファミリーマートホールディングスで代表取締役副社長に就任したが、ユニーがパンパシフィック。 インターナショナルホールディングスに売却されたことに伴い、2019年にユニーファミリーマートホールディングスの役員から退任した。同年ユニー代表取締役社長も退任し、同社取締役に就任したが、同年5月28日付で取締役も退任して、ユニーの役員から完全に外れた。ありがとうございます。